所属の声優が YouTube でお送りしている響きスタイル。今日の担当は私、南あかなです。いや、最近寒いですね。皆さん、クリスマスとかどう過ごすんですか？南はですね、もうすぐ舞台がありますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。さて、ご覧の通り今回は外ロケです。南初外ロケ。はい、ですね、ここが秋葉原にあるアクティブ秋葉バッティングセンターさんに来ています。バッティングセンターは1回ぐらいしか行ったことないんですけど、ちょっとなんかすごいパン、なんかすごい音してるんでちょっと緊張します。なので、ちょっと今日はね、どれだけ打てるか、ちょっとね、いろいろやってみたいと思います。それでは行ってきます。響きスタイル。では早速打っていきたいと思います。まずは80キロからやっていきたいと思います。いや、バットの持ち方これで合ってんのかな。すごい人が投げてくる感じなんですね。あ、怖い怖い。80キロって何？ここですか？ここですね、ここですね。いきますよ。あれ当たらない。なぜ？こういきますよ。
ってきたのでちょっと打ちたい。えい、あはー、最初の何だったんだろう。わなんで上に上がっちゃうんだろう。でもこうですね。あれ、いない。すごいんですね、本当に。打てるぞ。さあ来い。えい。なあ。ゲームオーバー。いや、意外と110キロすごい速い。でもなんか打てましたね。打てたと言っていいのか分かんないんですけど、当たってるので、次もう一個速くするとどうなるのかやってみようと思います。最高速度170キロに挑戦してみたいと思います。怖い。170キロってどうなの。怖いな。一回見よう、一回見よう。やばいって。怖い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 。あれを見た後ちょっと80キロが赤ちゃんに覚えてきたので、ちょっとね、あそこ赤い丸があるんですよ。なんか多分あそこに当てたらいいことがありそうな赤い丸があるんで、そこにかっ飛ばしたいです。なのでもう一回80キロ挑戦したいと思います。今なら80キロ打てる気がするぞ。ありがとうございます。